はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売は先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。今回ですね、私の開発したインジケーターですね、の成績を紹介します。なかなか厳しい状態ですね。稼げるか分かんない状態ですけれども、月曜日から投資してるインジケーターの方は2万ちょっとと、3万近く成績が上がったんですけども、今日月曜日暴落しました。でですね、通算では月曜日から火曜日 始めまして、利益はプラスになってます。そのインジケーターは 15MS というタイプの15分足のバイナリーオプションのインジケーターです。で、設定方法は 60%60% の1ピップス1ピップスの平均利益として設定して投資してます。で、こちらの方とこちらの方とこちらの方とこちらの方ですね。で、こちらの方はそうですね、今日は全然マイナスになってまして、日曜日、火曜日、マイナス22,760円の利益ですね。これが15分足の15MS タイプのですね、こちらなんですけども、価格は、1,2,3,4、約1000万ですね。1000万で売ってるやつですね。このインジケーターです。で、このインジケーターで、60%60% ですね、に設定して、ここですね、15MS っていうのを言ってるのはこれのことですね。 15MS ですね、のインジケーターですね、の設定でこちらで動かしてるわけですね。で、これで月火で22,760円。デモ口座でやってますから、ね、17,760円の利益ですね。10万ずつ投資してたら、170万ぐらいになってるんですけど、1000ずつ投資してこの利益ですね。で、他いろいろ設定値変えたりしてですね、やってます。CHFJP 今内。これ儲かんないんで設定値止まっちゃってます。全部は動いてますけど、こちら辺はもうマイナスね、もう2万5000ぐらいになっちゃってますね。これはね、5分足のバイナリーオプションなんですけど、この5分バイナシ、設定値が合わないのか、機能がは、この機能じゃダメなのかというようなことですね。今使ってるのはこちらですね。リンク先ではこちらになるんですけど、リンク先ですね。こちらのね、インジケーターは、月曜日が火曜日ですね。15番足の1の方ですね。勝ってます。21,760円。その通り投資してですね、60%60%ですね、の1ピップス1ピップスの設定です。これ間違えたら、このようには稼げません。ちょっと間違えただけでね、ということですね。ただ2日間で21,760円勝ってるんで、有効か。ただ、今週最後までに持つかどうか、で、来週もまた持つかということで、まだデモでやってますのでね、まだ本番投資できないですね。ということですので、ね、
他のインジケーターたくさん10個ぐらいありますけど、それも注意してくださいね。いろいろこちらの5分足でやって設定が合わなくて稼げてませんから、まだ見つかってません、稼げるものがね。見つかってんのはこちらの商品だけですね。1000万円の15分足の FX、 これだけですね。ということでね、CHFJPY。 またシグナルが出てきましたけれども、ね、このようにね、これデモ講座ですので自動売買でやってます。ライブでは禁止ですからね。で、下に売る。これはもうどんなこと言ってもタイですね。タイなんで、ね、戻ってくるだけですね。あ、こんな上がっちゃったね。打たない方がいいような感じもするんですけども、意外とそうでもないんですよね、見てみるとね。まあ、そんなことで、今1000万で販売してるインジケーター、今一つだけですね、稼げてるのが。なんとか稼げてるっていう感じですね。月火曜日、月で火曜日は全然、今日は全然稼げてません。マイナスに落ちてるだけですね。1万ぐらい落ちてますね、この火曜日は。水曜日、木曜日、金曜日で土曜日の初めだけ続きますけども、で生き残るかどうかですね、こちらね。生き残るかどうかで、これで稼げないと、私の方で稼げるインジケーターが今のところ見つかってませんね、まだね。ということでね、これで稼げるようだったらもう楽、いいんだけどね。まあそんな現状ですね。